ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年3月14日、二次三次を運営するエニーカラー株式会社より、第3四半期の決算短信と説明資料が公開されました。その中の説明資料8ページには、こんな文書があります。第3四半期は、二次三次から3名の新規デビューと1名の卒業、二次三次 EN からは、新規デビューはなく1名の卒業。そんな卒業少なかったっけ？エニーカラー株式会社は、5月1日に始まって、4月30日に終わります。なので、第1四半期は5月から7月、第2四半期は8月から10月、そして第3四半期は11月から1月となります。なので、エニーカラー引退者は、この8名、まず2次3次 EN から見ていきますと、ボムレインパフさんだけなので、1名の卒業というのは合っています。1月29日に卒業したつくもさんはバーチャリアルという2次3次ではないグループなので除外します。そして、説明資料に書いてある謎の文言、機関比較の観点から、インドネシアと韓国を除外というのに従って、シアさん、ミカさん、リクサさんの卒業をなかったことにします。ういは、ちひろ、ももの3人やんけ、どうやっても、一人の卒業にはならんわ。韓国人とインドネシア人は都合が悪いから除外してるように、人数が減ってるのが体裁悪いから嘘をついたのかな。第4四半期の説明資料で、卒業と書くべき人数は4名、デビューは3名なので、4月30日までにデビューしないと1名減少と書かざるを得ないので、後回しにしたところで、何の意味もないですね。それとも、4月30日までに、ボロボロの2次3次 EN に新人を入れて増やすつもりなのでしょうか。何にしても株主相手に嘘をついてることになるよね。まあ、エニカラにとってはウイハ、チヒロ、モモのうちの2名はインドネシア人みたいに取るに足らない軽微な存在だからカウントする価値もないってことなんかもしれんな。人数ぐらい数えられるようになってほしいですね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。